佐々木義行です。皆さん元気ですか？ということで今回はなんとスペシャルゲストということでタロット占い師とゆいひかりさんです。お願いします。ありがとうございます。こんな感じでよかったかな。ゆいひかりさんの方からねちょっと自己紹介の方お願いします。はい、私は今YouTube チャンネルで占いをやっているんですけれども、今回実は音楽配信、自分で作詞作曲をして楽曲を配信している YouTube チャンネルで神風っていう別のチャンネルを作っていまして、ここも本当にゆいひかりと神風は全く別のものとしてもう完全なアーティストとして活動していくんですけど、それでちょっとこちらで作った、曲に関してをたまたま、いろんな知人友人の方におすすめしていたら、佐々木さんとたまたまこういう流れになってっていう感じなんですけど、基本は、占いとアーティストを2つともやってるっていうちょっとそういうパーソナリティなんですよねっていう感じかな。どうですか？こんな感じでいいですか？全然大丈夫です。あれですよね、多分見てる視聴者の皆さんは僕と多分ゆいかりさんの接点がねなかなか見えないと思うんですけど、実はね、そうです、今年の2020年、6月にですねニューアースラブフェスティバルっていうのをね企画してたんですね、僕がね。その時に、出演者の中でね、ゆいひかりさんっていうのを橋爪大輔さんから、紹介していただいて、彼女はすごいからっていうことで、で紹介されたのがきっかけですね。なんかね、なんか不思議なご縁でね、なんか初めてお電話した時とかはなんか初めてじゃないような感じとかがあったりとか、なんか不思議でしたよね。メールデーとか、いろんな、ね、企画のことでお話ししてて、から大輔さんのね、なんかライブがあるっていうことで大阪に来られたときに、じゃあお会いしましょうかということでね、それは初めてね、会った直接はね、そうですね、どうでした最初の印象は？なんか初めてだっけみたいな感じでしたけど。なんだろうね、不思議だよね。不思議。距離感ないし、なんだろう、だからすごい自分としては、僕としてはすごい気が楽だった。なんか本当に気持ち、気持ちの部分でやり取りができる方だなって思ったんで、普通に、そこですよね。なんかそういう風に感じているので違和感なくって感じ。すごい素直で、なんだ、あ、こんなにこうすごい透き通ってた、なんか。あ、ありがとうございます。すごい褒め言葉。だからYouTube もだからチャンネルも登録者数も多分増えるんだろうなと思って、なんかいい人だなと思ったのが第一印象でしたね、僕は。ありがとうございます。もう初っ端からベタ褒めしてもらって、さっきのこの動画が始まる前の打ち合わせでもすっごい褒めベタ褒めしてもらってたんで、もうね、結構おせっかいないからさ、まあまあ言う、すごい、なんか全然そう思うよ本当に、ありがとうございます。なんか最近自分にちょっと自信がない時期もちょいちょいあったんで、なんかやっぱりそういう風に言ってもらえるとちょっと安心感というかね。本当ですか？まあこんな占い師でも悩みはありますからね。まあみんな一緒だってね。で、これ俺が言って、俺が言っていいのかどうかわかんないけど。いやでもさっきおっしゃってたのは佐々木さん悩みがないって言ってたんで、ああもう極めているなと思って見てました。なんだろうな、でも多分人から見たらきっとこの辺とか大変なんだろうなって思うかもしれない。いろんなことに対してもし僕の人生を第三者が見たら大変だなとか、こういうところが多分悩んでるんだろうなとかっていうふうに思うかも、もしかしたら。へえ。自分の中ではないんだよねあんまり今。幸せ。よく言われるんだけど、あんまりないんだよね。
いたって。なんかもう、あれですね、なんかもう絶対占わないよみたいな感じですよ、今。いやいや、もし占ってほしい。大好き、占い。佐々木さんもボイジャータロット持ってますもんね。そう、ボイジャータロット、うん、オラクルカードも持ってて。やっぱりね、なんていうんかな、その全てじゃないけども、なんかこうね、人生の後押ししてくれたりとかさ、うん、いいなと思うかな、うん。そうですね、どうしても悩んだ時とかにはやっぱり助けになるなとかって思いますね。絶対必要かなと思うかな。パクってあるじゃん、なんかまあ真面目に聞く、でもなんかちょっとこのスペースでそういう占いとかね、そういうのがあると、うんうん、楽しいじゃないですか、単純にそれだけでもある。そう楽しいですよね、なんかね、ライトな感じで使うのが一番幸せ、うん、占いってなんかそんな気がする。でも最初に会った時、まあいろいろ話してた時に、まあタロット占い師っていうことは知ってたんだけど、いや、うん、アーティストとしてもいけるかなって思った、正直言ってね。皆さんね、最初総合演出が、ゆうひかりさんで、まりちゃんからね、橋爪大輔さんから、総合演出でゆうひかりさんで行きましょうよって言われた時、と思って、正直、何言ってんのって、総合演出って一番のあれだよって、何言ってんのこの子と思って、大ちゃんの話が大丈夫かって思ったのが正直なところ最初で、会って話したら、あ、この子いいかもって思った。へえー、そうなんだ。ちなみに私その当時総合演出の意味履き違えてましたから、最初から最後まで。まりちゃんも分かってなかったんじゃないのかっていうぐらい総合演出。そう、僕らほら舞台人としてはさ、なんかさ、うん、やっぱりそこにさ、うん、こだわりがあったりとかするから、もう正直そりゃそうですよね。ぶっちゃけ壊そうと思って、もういっぺん、うん、来るものを全部受け入れて、そこからいろいろなの見ていこうかなと思って、うん、ひかりさんの総合演出のイメージを聞いたときに、わ、この人すごいなと思った、正直言って。見える、絵描いてこういう感じで、多分ほらね、そういうことを舞台とかね、あんまりしょっちゅうやってるっていうかね、メインでやってないから、うん、方が多分分からないと思うんだけども、言ってるもん分かった、うん、なんか、だってこういう世界観が見えるね、なんかね、うん、だから見えるぐらいのものをもうゆうひかりさんが想像できてるから、あ、この人ひょっとしてアーティストとしての才能もあるかなって思ってたかな。変わる時期だったじゃないですか、なんかに、人生的にも、まあちょっと、なんか今後これからこうやっていこうかなっていうお話を聞いてた時に、あ、新しいもう一人の多分ゆうひかりさんが出てくるんだろうなっていう僕はイメージしてて、うん、あー、そうですね、まさにそういうおっしゃる通りで、もう本当にもうずっと前からその結局本当はアーティストの活動がしたかったっていう感じで、でもやっぱりそのアーティストとかそういう自由なことやる前に、なんかその自分たちの心とか自分の大切な人とかが潤ってないと、やっぱりそういうさらに豊かなことっていうのをなんか自分はまだできない環境にあったっていう感じもあって、気づいたらそのタロットでまずはそのタロットとか占いとかそういったことで潤わさして、その基盤の上にようやくアート活動ができるなっていうことに、まあ後でまあちゃんと気づいて、なんでちゃんと発信できたって感じですね。それで神風っていう人がまあ生まれて、なんでまあ、うん、もう本当にありがたい感じで進んでますね。はい。そうね。だから、まあ、実際ね、皆さん、ちょうどね、そういう、こういう時期だったんで、6月20日のはちょっと中止になって、映像、仮面レコーダーのもう一つの地球っていう、もう思いっきり、うん、まあ、スターシードっぽいような内容なんですけど、がっつりね、眠りから、統合から覚醒みたいな、そういう感じなんですけども、ストーリーとしては。うん、舞台ではちょっとできない
舞台というかお客さんを入れてねやるのはちょっと難しいということで、あえて改めてかな、改めてこう今の時代にマッチした表現の仕方ということで映像でいこう、うんうん、すごいですよね。それまずそれ自体がすごいです。それはおめでとうございます。うちらとしてはね、正直さ、あれだね、あのお客さん入れた方がチケットを買うのがやっぱりね、うん、あの、うんうん、楽っていうかこうね、経費的にっていうかさ、あの良さしく助かるわけよ。うんうん、だけどその、うんうんうん、販売ってなってなかなかね、チケットで見に行くのと違って販その DVD とか映像を買ってもらうっていうのはなかなか、まあポピュラーじゃないじゃないですか。別にメジャー、うんうんうん、でもそうですよね、うん、これを考えちゃうとやめようかなとか思っちゃいがちなんだけど、もう予算とかも考えずに正直言ってやりました。あーそうなんだ、すごいな。だからなんか活動してるっていうのと、まあ、クラウドファンド始めたっていうのを聞いて、なんか、まあ、心配っていうようなそういうあれではないんですけど、なんかそんな失礼な感じはなくて、なんか、どんな感じでやってるのかなっていうのはちょっと気にはなってました。だからいろんな形でね、だから逆に言ったらさ、今までの成功のパターンで言ったらなんかやらない、うん、そこをあえてこぼして、うん、まずはでもやりたいっていうものは絶対必要。それがあったらなんかね、あとはね、今までの経験上後々これが生きてくると思うのね、うん、うんうんうん、だから表面的にこのスパンで短いスパンの損得とかそういうことじゃなくて、うん、長い目で見たら意外と あの時の切り替え、考え方の切り替えによって人生変わったなっていう、多分ターニングポイントになるのかなって思ったかな今回は。なんかめっちゃすごいいいなって思ったのと同時に、今急にパンとインスピレーションが来たんですけど、なんすかなんか例えばそのはい、ありがとうございました。前編でした。皆さんね、音声の方聞きづらくて本当に申し訳ありませんでした。そして今回ですね、天音梨花さん、仮面鉄工団ゆいひかりさん、そして多くのねコラボダンサーが出演しております仮面鉄工団のもう一つの地球、こちらのね動画映像ですね、映像作品の方をですね、クラウドファンディングの方から皆さんの方にね、お手元の方に届くようになっておりますので、そちらの方でご支援していただけたら助かります。そしてリターン商品でね、ゆうひかりさんからもねいただいております、とても興味深い商品がありますので、そちらもね、下の方に URL 貼っときますのでチェックして、応援ご支援していただけたらとても助かります。あとですね、このチャンネルではですね、まあスピリチュアルもそうですし、アートもそうですし、自然栽培とかね、地球、そして人にね優しい、そして前向きになるようなね、情報をね発信していきますので、もしよろしかったらね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますということで、ぜひまたね、次回後編の楽しみにしててください。はい、佐々木芳樹でした。さよなら。